バーモント大学バーリントンは、アメリカ合衆国バーモント州北西部、全米第六の広さを誇るシャンプレーン湖の湖岸に位置する都市、同州の最大都市である。地域人口は2000年の国勢調査で38,889人に、過ぎないが、都市圏人口は、同年の国勢調査で198,889人、2003年推計では203,503人を、 数える。これは、バーモント州全体の人口の約1、3にあたる、実店伝軍の軍長所在地である。バーリントンは、バーモント大学の所在地である。バーモント大学は1791年創立の、伝統ある、中規模州立大学で、カリフォルニア大学バークレー校やバージニア大学などと、共にパブリック、アイビーと称される名門である。特に農学や、 生命科学の分野で有名である。この他にもバーリントンには数校の大学がキャンパスを構え、市は学生の多い活気のある大学都市である。また、バーリントンは日本での知名度はあまり高くないが観光都市としての性格も持っている。夏には湖に面した避暑地として、冬は州内のストーやニューヨーク州、レークプラシットなど、 有名スキーリゾートへの拠点としてにぎわう。チャーチストリートバーリントンのダウンタウンは、シャンプレーン湖を見下ろす丘の上に形成されている。市のメインストリートは、チャーチストリートである。特にその中心となる、マーケットプレイスは、各種ショップやレストランが集中し、地元住民、学生、旅行客でにぎわう。バーリントン市庁舎もマーケットプレイス沿いに立地している。また、 夜にはロックヒップホップジャズや各種電子音楽のライブ演奏が至るところで行われている。他のさらに上の方、ダウンタウンの東側にはバーモント大学のキャンパスが広がる。バーモント大学のキャンパス付近やシャンプレーン湖畔をはじめ、ダウンタウンの至る通りには自転車道が整備されている。シャンプレーン湖畔はかつては廃工場や小倉庫が立ち並び、廃墟に近い状態であったが、 1990年代に公園、遊歩道、各種レクリエーション施設を建設して整備され、現在では対岸のアディロンダック山地の山々を望む憩いの場になっている。夏にはシャンプレーン湖でヨットを楽しむ人も多い。この地に入植が始まったのは1770年代にアレン兄弟がウィノースキー川の滝線に取り出を建設した頃からである。 独立戦争後にこの地は整備され、農業が起こった。1787年に初めて町会が開催され、1791年にはバーモント大学がバーモント農業大学として創立された。1812年頃にはカナダ産木材の輸入港として栄え、人口2000人を数えた。1812年のイギリスとの戦争においては、バーリントンは、 陸軍の集合地や野戦病院としての役割を果たした。1823年にはハドソン川とシャンプレーン湖を結ぶシャンプレーン湖運河が完成し、バーリントンはニューヨークとモントリオールを結ぶ、この水上交通路上の重要な港湾都市になった。1830年代に入るとバーリントンは急成長を始めた。1849年にラトランド バーリントン鉄道が1862年に中央バーモント鉄道が開通するとニューイングランドやケベック収穫地へ牛乳を売ることができるようになりバーリントン一帯は落農の中心地となった1864年には町の北部が市政を施行しバーリントンはバーモント周発の市に昇格したこの時町の南部はサウスバーリントン町になった 1885年には市内に路面電車の営業運転が始まった。路面電車の営業は1929年まで続いた。バーリントンは北緯44度28分0秒整形73度9分0秒、北緯44.46667度整形73.1500度。 44.46667-73.1500に位置している。州都モントピリアの西約6 5トルカナダ・ケベック州の大都市モントリオールの南約1 5 0トルに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、バーリントン市は総面積40.1平方キロメートルである。 このうち27.4平方キロメートルが陸地で12.7平方キロメートルが水地域である。総面積の31.78%が水地域となっている。バーリントンの気候はカナダのそれに近く、冷涼なつと寒さの厳しい冬に特徴を付けられる。霜の降りない夏の期間は4ヶ月ほどである。一方、冬は氷下の日がヶ月にわたって、 ほぼ毎日続く。年間降水量は約1000ミリメートルである。年間降雪量は200センチメートルにも達する。欠片の気候区分では DF に属する。バーリントンはバーモント大学をはじめバーリントンカレッジやシャンプレーンカレッジなどを抱える大学都市である。大企業こそ IBM の半導体工場が東京のエセックスジャイクション村に立地するのみであるが、 バーリントン市内及び周辺には数多くの中小企業やサービス業が発達している。バーリントンはバーモント州の芸術を主とした各週間の新聞、セブンデイズ市の本拠地である。スノーボード製造、販売大手であるバートンスノーボードやベーグル店、チェーン、ブルーガーズ社も本社をバーリントンに置いている。アイスクリーム店、チェーン大手、 ベンジェリーズ社の創業の地はバーリントンである。現在では同社は南港のサウスバーリントン市に本社をウォーターベリー市に生産拠点をそれぞれ置いている。バーリントンの玄関口となっている空港はダウンタウンの東約5キロメートルに位置するバーリントン国際空港である。主要航空会社のハブ空港をはじめ全米から航空機の便がある。 市の東を週間高速道路 I-89 が通っている。I-89 はボストンとニューハンプシャー州、バーモント州を結ぶ州の重要な高速道路である。ボストンまでは車で4時間ほどである。ダウンタウンの南にはバーモント交通のバスターミナルがあり、ボストン・モントピリア・オールバニなどへバスの便が通じている。同社はグレーハウンドと提携している。 バーリントンからは2カ所のアムトラックの駅を利用することができる。一つは、東高8キロメートルのエセックスジャイクション村にある駅でニューヨークとバーモント州各地を結ぶ中距離列車バーモンター号が停車する。もう一つは、シャンプレーン港フェリーで渡り、対岸のニューヨーク州ポートケントにある駅を利用する。この駅にはニューヨークとモントリオールを結ぶ。 国際列車アディロンダック号が停車する。市内の交通としては、実店電運交通局が運営する路線バスがダウンタウンをカバーしている。同局は空港へのシャトルバスも走らせている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計、US ギャザティアファイルズ。 2010,2000,&1990,United States Census Bureau,http://www.census.gov/.go/.www.gazetter.gazet.html2011、e e、年4月23日閲覧。ありがとうございます。